はい皆さん、こんにちは。オクタビアチャンネルです。え今回ですね、ウィーレに、ね、久々にまあ、結構大きなね大型アップデートが来たので、まあ、ちょっとね解説というか見ながらちょっと見ていきたいなと思います。でまずですね、今回はまあワールドカップなのでね、まあ、ワールドカップに合わせたフェスティバルなんですけども、えー、これを見るとですねシーズン2が開幕とはい、はい、ワールドカップが始まりますよと、えー、ライセンスの関係でねワールドカップとは書けないんですけども、はい で、エピック配信予定って、まずここにね、ジェラード、バディストゥータ。まあこれはね、今までウィレとよく言いましたけど、ウれレというか、前作までね。はい。で今回、えー、パフォーマンスを反映した選手、ビッグタイムが登場しますと、ストイコビッチ。これ結構レアっすね。ストイコビッチと、まあベッカム、マラドーナがビッグタイムでこれ多分ワールドカップバージョンなので、これもしかしたらもうベッカム、日韓のやつかもしれないですね。もう悲観ですよね、多分。 だとしたらめちゃくちゃ嬉しいんですよね。もう最近はあのね、ユナイテッドのちょっと古い金髪とか、まあなんならね、あの坊主でもいいんでぐらいなんですけど、坊主の多分モデリングがないと思うんですよね。多分モヒカンベッカム来ると思うんです。ちょっとモヒカンベッカム来たらね、ちょっと欲しいですよね。で、指名契約権の、えー、スペシャル選手リスト新たに配信と、はいはいはい。これでねで、このマッチパスっていうのが、チームの強化をサポートするマッチパスと。 えーまあ、これは後々見ていきましょう。まあそれでね、早速じゃあちょっと、えっと、まずね、ここね、ちょっと待って、エピックで日本来たのもほんと嬉しいんですよね。ただ、えヒデ、えー、ヒデだね、ヒデはまあもともといたからね、ヒデは。ヒデと、でも、ね、やっぱね、ユニフォームがね、この頃っていうのはちょっと日韓だから嬉しいですよね。でもこれやっぱね、ドイツの時の、えー、ね、ヒサと。 まヒサトも結構レアっすよね。でもたなんでこのタイミングでヒサトなのかなっていうのはちょっと思うんすけど。はい。で次南アフリカですよね。多分これ。で、剣豪と。 なんかあの、まあ、全然いいんですけど、嬉しいんですけど、まあ、強いて言うならね、やっぱ俊介がね、この前現役引退を発表してばっかりなので、ま、俊介が来てもよかったんじゃないかなと思います。ただ、よく考えたら俊介の場合だと日韓は入ってないので、まあ、この久々のポジションになるのかなってところですよね、大体。うーん、まあね、これはね、ちょっと、うーんってとこですね、はい。で、これね、なんですよね、初めてプレイするあなたへっていう、こと多分初心者向けの、 デビューミッションっていうのが今回追加されてて、これは何のやつなんだろうはいはい。あ、すごいですね、これ。本当にこの簡単な、なんていうんですかね、チュートリアルをやりながら、これ星5確定とか GP と、ね、本当にこれはやっぱね、イーフトになってから多分離れてしまった人が多いと思うので、 ここでね、やっぱ新規を獲得しようってことで、やっぱ初心者は今から始めても全然大丈夫っていうアピールですね。はい。まあでも本当、初心者の方にぜひ始めてほしいなと思います。あのちょっとね、イーフと最初は滑りましたけど。はい。で、これが、えー、っと、そう、スペインのあれも来てるんですね、エピックも。はい。インエスタ、シャビア・アロンソ、トーレス。トーレスね、多分ね、これ、トーレスちょっと顔のモデリング変わったんじゃないかなと思うんだけど、どうだろう ね。うーん、能力どれぐらい伸びるのかなこれ、基本的に全部やっぱ90になってます。なんかチームスタイルね、ほぼほぼもうなかったことになってますね。基本的90ですからね、あれ。適性が。はい。で、他にちょっと見ていきましょうと。デビューミッションはこういう感じか。で、マッチパスっていうのが、もうほんとソーシャルゲームによくありがちな、あれですよね、これ。あ、選手ももらえるんだ。ね、これ。 こっちは課金ですよね。バリュープレミアム。あ、ウェイル。やばいや、ダディッチとか。この辺が、そっかそっか。そういうことね。あ、こういう感じで。まあ、ほんと、そしゃげあるあるですよね。これは。課金しとけばいっぱいもらえますってやつですね。課金しなくても、まあ、ある程度はこれもらえる。パス制度ですね。はい。まだこれ、前のシーズン、あアチーブメントとは違うのか。これはこれで前からありますもんね。で、 今回は、まあ、試合面の、ね、アップでものすごくて、ちょっとさ解説しきれないんですけども、まあ、ガチャも、ね、相当気合入って出てきたなっていうところがあって、ちょっと見ていきたいなと思います。まずね、このスタンダード選手チケットっていうのができたんですよね、これ。持ってないんですけども、多分これ、あの新規の傾きですよね、完全に。スタンダードの選手を GP じゃなくてチケットで取れるようにしたという話ですね。はい。で、えー、スペシャル選手リストの方が、 まあさっきいたスペイン、日本、えー、これがあれですね、えー、クラブの、はい、トレンドか。トレンドが来てますね、これは。あ結構いいの来てますね。イヴァントニーとか今、ちょっと問題になってますもんね。違う意味で。エデゴは、ウデゴールもね、あの、2枚持ってるんですけども、どうだろうな、これ。能力的に言ったら多分そんな変わらないのかな。ちょっと後で見て,見ておこうかなと思います。 まあこの辺はね、まあ毎週来てたんで特に変わらないかなっていうか、まあいつものあれです。で、J リーグもね、これベストイレブンかなちょっと来てますけど、アワーズでね、終わったので。まあ J リーグもね、やっとってことですね。ここ2週3週間ぐらいちょっとね、J リーグ来てなかったので久しぶりですね、若干。はい。まあ本当にね、これはこれで嬉しいですね。はい。J リーグも嬉しいと。で、 アメリカはまあいいとして、ここが締め契約権が、あ、更新されたのか。ね、もう代表ですよ。ゾマー、ゾマー超欲しいですね。ゾマー好きなので、あの、ユーロの時からね。ゾマーがいて、はい、カセレス、アンドライブ、モティンオブスケツとミ,ラー,ミラー、ミラー、ミラー、ウィデアとさん毎回名能力めちゃくちゃ高いですよね。今回レベルこれ26だから、 でも多分こ,これあんま伸びないんじゃ伸びるのかなちょっとね分かんないですけど能力のねその伸び具合っていうのはねパッと見ちょっと低く見えますもんねこの初期値はまあまあこれもね今後ワールドカップが始まるにつれどんどん出てきて楽しみですねで、えー、まあこれは縫いとしてガラタサライかね、まあやっぱこれじゃないですか日本まず、あ、来ましたね日本フランスももちろん来てますしかも無料で弾けるので 聞きたいいと思います、えー、ムバッペはね、もう持ってるんですよ、実は。パリの方で。いやー、言うてるワーワー。ラビオ、ミグニアン、えー。ラビオじゃないですか、ここ。多分欲しいとしたら。一体、誰が出るのか、ちょっとね、引いてみたいと思います、えー。今回ね、収録の都合上、プレステ5じゃなくて、プレステーション4で、ちょっと録画してます。あー、誰来るかな別にね、無バッペは、ちょっといらないというか、来なくていいんだよな。 あちょっとなんか演出前と変わったかな音楽が変わったのか前回のシーズン <laughs> で。こういう時に限ってムーバッて来るんだよ。あっ来なかった。よかった。よかったよかった。よし。ワールならまあまあまあ。なんかちょっと変わったかな変わってないか。演出ッシュですね。はい、ちょっと飛ばします。はい。 あのね、守備的サイドバックもね貴重ですからねはいでこれスペインでも弾けるのか弾けるんだじゃあ弾きますねこれで出たらめちゃくちゃ取れ高でかいですよあい。あーこれ音楽でわかるんでしたっけえうわあこれはもう外れです、ね、あでも はい、外れました。よし、じゃ、次行きましょう。で、えー、っと、そう、日本もね、引けるんですよ。そう、これ、イタリアはね、前先週から来てたんですけどね、代表カードめちゃくちゃデザインかっこよくて、まあ、でも、そもそもイタリア出てねえじゃんちょっともう。突っ込みたくもなりますけど、まあ、でもこれ3枚引いたんですよね。これも特にイ E モービでなんか欲しかったので、まあ、う嬉しいっす。ね、まあ、できればワストー,ーも欲しかったかなってとこなんですけども。 まあまあまあそれはいいとして代表じゃないですかやっぱ今回の目玉やっぱねなんだかんだでやっぱ盛り上がりますよね代表かっこいいじゃないですかカードも見てくださいしかも鎌田に関してはちょっとねいないんですよゲーム上にブンデスリーガがないんでで今回ね伊藤も入っててもうあの僕自身がねジュビロサポーターなので伊藤入ったのめちゃくちゃ嬉しいんですけどここで取れなかったらマジでやばいっすよね というわけで今から引くのでちょっと伊藤が出ることを願ってちょっとねチャンスはこれ1回2回かやばいねこれ2回で伊藤引かなくちゃいけないですよね多分堂安もいないんじゃないかな多分鎌田堂安そうだよねこの辺はそうドイツとかその辺はねほんとねここで手に入れられなかったら多分無理なんじゃないかなスタンダードでもいきたいと思います果たして出るのか来い 来い伊藤来いああ<ー>星4えっ誰誰誰5番えっちょでしょあいや別に嫌じゃないけど長友かまあねだってね FC 東京って取れるしねスタンダードでいたとなれば能力は違うけどもいや長友か いやあち,ちょっとやばいこれやばいよくしここで糸を取れなかったらもう本当にへこむやばいこれああちょっと本当に代表ぐらいかきゅうでいいから引かせてくれよ来いえっくっえしここって誰 うーわ、うーわ、ちょっと待って、マジで、あのね、久保持ってるんですよ、もう。マジか、糸引けないの、辛すぎる。<laughs> マジで辛い。いやー、もう久保はね、持ってるんですよ。いやー。 マジでこっちのさ、課金じゃなくて、あっちの課金をさせてくれよって感じだと思いませんかいや、つらいわ。これで、あとね、パックが決めたんですよ。あ、なんならパックで、いや、パックは、どうだろうこれ、パックの方って多分さ、これ、どうあ、見れた見れた。ほら、い,いないじゃんだって、糸。かっこいいけどさ、カード。あ、 これ左下にさ、マークついてるのってこれ何あれもしかしてパフォーマンスついてるこれ。なんか左下にさ、くるくる、なんか、パフォーマンスじゃないですか専用パフォーマンスかなこれ。ね。これどれぐらい能力この前引いた三トマとトどっちが強いんだこれ。で、これ多分、えー、っとね、これね、これ見ると、 あれこれこ確かどこで見れたっけ、ね、そうそうユニフォームついてくるんですよ、これ。ね、10年から11年だから、別にこの選手はね正直いらないんだけど、ちょっとねこれ、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 ほらね南アフリカ大会の一番下。ちょっとこれ欲しいんだよな、ユニフォームだけ。代表カードはまあまあまあ、まあ、あってもいいけど、ユニま 1500, 1500コインか。で、こっちね、新しくねフランスカードも来てますね、代表も。 グリーズマンは許されました。はいいや、でもカードね、本当にあのデザインに関してはイーフと本当かっこいいですね、いろいろと。この名前からあるんで。で、今回メッシー、アルゼンチンと、えー、ブラジル追加されて、若メッシーですよ、久しぶりの。久しぶりとか、何体目だっていう。26歳の時のね、メッシーです。これ多分、今まで来たメッシーの中で、多分一番強いかもしれない。あの アルゼンチン・メッシーは初期のね、配布で持ってるんですけども、全然多分能力が違うんですね、これ。ね。あー、でもディバラも使いたい。ディバラ持ってるっちゃ持ってるんだけどさ、初期の頃のディバラだから弱かったりとか。あ、削除されたのかな多分、昨夜の削除されてるな。これでね、ブラジルは、えー、若彼氏ネイマールですね、これ。22歳。これで今、レベル1か。 すごい伸びるんじゃないかな、多分。ね。これ、メンツもかなりいいんじゃないですか、これ。シャルリソンもいるし。うーん、いいね。まあね、こんな感じですよね。ちょっとね、あとでガチャ回そう。で、で、スタンダードが多分ね、これ、獲得。検索変わりましたよね、これ。ほら。前より 若干ね、昔のがまだやりやすかったけど、ね、まあ多少改善されましたね。ここで一応、検索に項目が増えてますと。で、えー、他は、変わったとこで言えば、えー、E フットボールポイントの交換上もですね、選手が追加されてました。ね、これ前は多分ここまでかな、ジョンス・スコールズ、クライファーとまでかな、グエイとロディ。 あ、これあったかなないよね。あったのかわかんないけど。あ、多分日付があれだからあれかあったのか。まあいいとして、こ,んこれね、でもね、カーンとさ、レジェンド、これ、コラーうん。カーンもめちゃくちゃ欲しいし、こうね、コラーもいるから、ね。いや、コラー、これ絶対今はね、イーフトポイントなんかいつ何にか3万ポイントぐらいあるんで、これがっつり2人取りいきますね、後で。いや、コラーはね、夢がありますよ。 相手にいてめっちゃ苦労したしね。やっぱコラって言えばね、もうバロシュとのコンビでね。もう、チェコのね、あれですから。アイテムは、まあ、契約更新か。契約更新ってこんな高いんだね、な。2万5千円、マジで。すごいな。まあね、ざっとね、見える部分で言えば、こんぐらいなのかな。変わったとこって。あと、えー、 あとあとあっこれさなんか変わってっかなあ選手リストが変わったもしかしてあっちょっとあれ変わってないかあ全然変わってないわこれ特にねそんなね変わってないけどもえー、と はあはあ、多分いなくなった選手は GP に変換されてるからでも多分いなくなって選手持ってなかったかなと思ったんだけどあ松原の写真が変わってるあとえー、<laughs> あとはね多分そんなね変わってないと思うんだよな ああ、ノイアの写真変わったこれ、もしかして。いや、あ、変わってないどうだろうあ、だってこれ、エデゴは、ウデゴール絶対変わってるわ、写真。うん、うん、今シーズンになってますね。これね、多分、スタンダードをレベルマックスにしたやつなんですよ、これ。写真が変わってますね、今季、今季のあ、変わるんだ。多分、イブラヒモビッチ、ザラタンも顔写真変わってないちょっと。他はね、そんなもんか。 多分バストーニのユニフォームもなんか変になってるし。前青黒だった方がなんかめちゃくちゃ無地の色になってる。これはもう初期の配布メッシュですよ、これ。ね。あ、でも配布メッシュの方がさ、やっぱいいよね。あの、モデリングはね、ちゃんとタトゥー入ってるし。34歳だけど。全然強いっすよ。マッチのね、バルサメッシュの方が。 いや、ベッカムもね、愛用してるんですけど、やっぱね、このベッカムよりもやっぱね、坊主とか、もう悲観の頃、ウルフとかね、実装されてほしいなというところです。こんなもんかなうん。あとは、えー、モードかな多分。ドリームチームで ここかイベントであデビューマッチっていうのがあって、ナショナルチームとそう、これね、みんな待ち望んでたと思うんですけども、ようやくね、入りましたよ、チーム制限。これずっとさ、なんでなくなったのって言われてましたもんね。なんかいつなんかアベマカップ来てるし。いや、やっぱチーム制限あるとさ、いいですよね、こう、ほら、J リーガーもやっぱ使えるし。 いいですねこれはこれはゲームブランを特定の上限を揃えたそういうイベントです今回は国際試合がテーマなのでテーマチャレンジタイプ以下の中から選択したナショナルチームの国籍あ国籍縛りかあ面白いなこれいいっすね国籍縛り 日本縛りとかねできるってことか18人以上ゲームプランにあ面白いですねこれいいですねこういうね縛りがないとやっぱね以前までのイフとは本当やっててなんかちょっと寂しかったのでなんかねただ試合よくひたすらねあのイベントとリーグねやっとなんか元のウィに戻ってきたなっていう感じがありますよねこれなんかすごいポイントもらえるじゃん いやーなんかもうめちゃくちゃ配ってるないろいろ。ね。いやあ。ね。どうでしたいかがでしたでしょうかいやーね。やっとね。ほんとワールドカップイヤーなんで頑張ってほしいなと思ってたんですけども。えー、ようやくここに来て、なんか盛り上がってきたなっていうところで。ね。 ちょっと離れてた方とか、新規とか、新規ね、これからやろうかなっていう方も、やっぱここから始めてほしいし、やっぱね、どうしてもね、やっぱね、ウィレー好きとしてはね、イフトには失望してましたけど、頑張ってほしいんですよ、やっぱ。ね、盛り上がってほしいし、あとはまあオンライン問題ですかね、優先でやっても、プレステ5でやってもなんか重い時とかあるじゃないですか。回線がもうちょっとなんか良くなればいいのかなっていうところありますけど。 まあこれからもね、どんどん盛り上がっていくところを楽しみにね、やっていきたいし、ワールドカップも楽しんでいきましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。